どれ行きますか。そうね、マナフィ行こうかな。私あれ始めました、ね、始めました。あれどれか、だからそのドローンに次ぐ何かこうドローンありましたね。ドローンやってますよ。何かマナフィは動き出す時があるからね。なるほど。これ聞いてみましょう。これは何を始めた、うん、はい、昨年末にマニュアル車 の、 あの運転免許を取りまして、運転を始めました。え、今マニュアル車で取る人いるの？そうなんですよ。結構教習所でも先生とかになんでマニュアル車なのって聞かれて。女の子ですか。もうやっぱりマナ高瀬なので MT で取りたいなっていう。なるほど、 AT やっぱ取れないと MT しっくり来ないのか。マナ高瀬車なんだね。もう運転しましたか。あ、そうですね、お正月に家族を乗せて実際に運転してみたんですけど、でも家族はめちゃくちゃ怖がってて、ずっと喉が渇くって言って、ずっとなんか後ろで車内の緊張感がすごい。あ、そうか。まあまあそうか。あと誰かいるんすか。あの、ね、そう、いますね。お、おたけいつ撮ったんすか。私去年撮りました。あ、去年、はい、オートマスか。はい、私綾香高松なんですごい、すごい。マニュアルは取れないよね。いくらその旧車乗りたくてもさ、私はやっぱ AT だからね。そうなの、 AT だ、確かに。